おはようございます、たかしです。本日は1月18日水曜日、ただいま8時18分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日日足は上ヒゲの陽線となってきてます。緑のボックス下限からの反発で、ここでのダブルボトムからの上昇になるのかというところですが、現在 GMMA は下向きですので、基本は下落トレンド中。今トレンドをつけて下がってきてますよね。ですので基本的には上がったところは売られやすい、そしてまだ一段と下を目指していく、そんな可能性があるところです。下落のターゲットとしては、一旦はこの緑のボックス下限の155円のミドルぐらい、ここを下抜けてくるとこの辺ですかね、この赤のトレンドライン付近152円ぐらいというのがターゲットになってきそうです。ただストキャスティックスはゴールデンクロスしてきておりますので、ここからどうなるかですね。過去のゴールデンクロスを見てますと、比較的大きく上昇してますので、ここから上昇するんじゃないかというふうにも取れるんですが、本日は日銀の政策金利発表、そして黒田総裁の発言がありますので、そこで大きく乱高下する可能性が非常に高くなってます。まずは黒田総裁の記者会見が終わるまでは様子見、それ以降に動いた方についていくのがいいんじゃないかと考えます。ただしテクニカル的には一旦上昇しそうな形にはなってきてますので、上昇したところは売られやすい、下落したところでも週足単位でのトレンドラインがありますので、その辺は注意が必要です。では4時間足です。4時間足 GMMA の青帯に現在接触してきているところですね。基本的にはこの下落トレンドを崩せてませんので、今は高値を切り下げ、そして安値を更新してきてました。ただここ直近では安値の更新ができていませんので、ここからどうなるかですね。ここから上昇していく可能性もあるんですが、今ここで安値を切り上げてきてますので、ここでの三角持ち合いですね、そんな感じに移行していく可能性も考えられます。で、現在はストキャスティクスが高値圏からデッドクロスしてきておりますので、基本的には下がりやすくなっている、下落しやすい地合いには入ってます。そして GMMA にも接触してきてます。ただ接触した割には目立った下落をしてませんので、ここから上抜ける可能性もあるんですが、どちらにしても今は日銀の発表次第かなと思っておりますので、上抜けた場合はこの GMMA にサポートされての次の上昇を待つのがいいと思いますし、下落した場合は一旦はこの辺付近で反発するかどうかの確認、そして155円のミドルぐらいで反発せずにそこを下抜けるのであれば、明確に下抜けたのを確認してからの戻り売りで152円ぐらいまでを狙っていくのがいいかもしれません。ただ大きく動いた後っていうのは調整の動きや小動きになりがちですので、日銀の発表以降大きく上昇下落した後っていうのは、それの巻き戻しの動きには気をつけたいところですね。では1時間足です。昨日ツイッターでも投稿していたんですが、こんなイメージの画像を投稿してました。昨日投稿したのは15分足だったんですが、1時間足で表すとこんな感じ。緑のエリオット波動の現在は4波進行中、ここから5波に入るのかどうかというところ。もちろんエリオット波動っていうのは必ず5波が出るというわけではなくて、これが関係なくこのまま上昇していくということも考えられますが、今のところは次は5波に入るのかなと見ております。そして今この4波の上昇がどこで終わるのかというのを見ていくポイントになってます。で、昨日投稿者のこの N 波なんですが、この下落の5波に対しての調整の上昇としての N 波動をイメージしておりました。そして N 波動のこれ今 N 値が完成したところからの機能は下落になってるんですね。一度ここフィボナッチリトレースメントの 38.2% を達成しての下落になってます。これ多分昨日の動画でもお話ししてると思うんですが、一旦のターゲットがここになりますと。そしてそのターゲットを昨日は達成して、そこから一度大きめに下落をしてきてますが、1時間足の GMMA を上抜けたので、ここでサポートされて今上昇するのかどうかというところです。ただ本日は日銀の発表がありますので、それに向けて円高方向にそれまでは動くんじゃないかと思ってますので、もし上昇しようとしても上値は重い展開になってくるんじゃないのかなと考えます。
ですので今はここでエリオット波動の5波が完成するのかどうかというところ、完成せずにこのまま上昇していけばこのエリオット波動の仮説は間違っていたということになりますし、もし日銀の発表後に大きな陰線をつけるような下落になればそこでエリオット波動の5波が完成すると考えます。もちろんエリオット波動5波が完成すればその後は修正波に入っていきますので、逆の動きですね、日銀の発表後大きく下落してきたとしてもその後修正波に入るのであればそこからの上昇の波に入っていきますので、その辺を注意して見ておくのがいいと思います。まずは日銀の12時頃の発表、それから黒田総裁の記者会見、その辺付近での乱高下には注意してトレードするのが良さそうですね。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。 YouTube のメンバーシップでは初心者の方が少しでもスキルアップできるような丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードでの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。それから初心者ではないけど安定して勝てないという方はホストプライムでのプライム会員をおすすめしています。こちらは2週間の無料期間がありますので、その期間をご利用いただき自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。まずは行動しないと何も始まりませんので、無料期間を上手にご活用ください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されない場合がありますので、 Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。 GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく理解して使いこなすことが大切です。またインジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。